何か弾いてよ、田中ちゃん。お、お世話になっております。今日弾きますのは、ミスター・チルドレンの、イノセント・ワールドっていう曲なんですけどもね。私と同世代の人には結構グッときちゃうような、まあ、やっぱ10代の頃にね、まあ、いっぱい流れてた曲ですからね。まあ、死ぬほど聴いた曲でしょうけども。で、まあ、あのね、やっぱ練習してて結構グッときちゃうものがありましてね。で、まあ、そういうね、思い出深い曲を弾くのに、もってこいのギターで弾きますよ。今日久々エレキギター。で、これ、バッカスってメーカーの、まあ、なんすかね、こう、いわゆるマスタングみたいな、なんかいろんなの混ざった、よくわからんギターですけど、まあ、リサイクルショップで7000円で買いました。アンプの方はこれ、まあ、オレンジってメーカーのね、ミニアンプですね。まあ、これ、このセットがね、まあ、要するにね、簡単に言うと、チャッチー音っていうか、チープな音なんですね。まあ、音もチープで、お値段もチープで、ね、まあ、演奏の方もチープだとか言われちゃうと、あれなんですけど、まあ、なんかね、なんですかね、トランジスタアンプみたいな音で、なんかこうね、なんですかね、ノスタルジックな響きというか、こういう音でね、思い出の曲とか弾くといいんですよ、これは。アコースティックギターのあのゴージャスな音もね、いいんですけどね、こういう音で弾くのがまあいいんですよ。まあそんなわけで、まあ、ちょっとイノセントって名を冠した曲をね、センチメンタルに弾くっていう、なんかちょっと、トンチンカンではございますけども。まあ、ぜひ最後までお聴きください。演奏の方が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録を一つよろしくお願いいたします。まあ、それでは、ミスター・チルドレンで、イノセント・ワールドでございます。弾いてよ、田中ちゃん。